どうすんのこれ。持ってっていいの？ちょっと。ねえ、それあんたが間違って買ってきたやつだからね。え、なんだっけ？ベラベラのやつだから、いつも2枚重なってるやつしか使わないでしょ。絶対なんか間違って余計なもん買ってくんだから。え？あーねえ、やっぱ大家さんとこ代わりに行ってよ。え、何？痛いの？痛くないよ。嘘でしょ？いや、痛くはない。なんか、なんていうの？違和感がある。あれだったら歯医者行っといた方がいいよ。いや、そこまで大げさなあれじゃないと思う。でも虫歯でしょ。歯がなくなるとおばあちゃんみたいになっちゃうよ。逆でしょ。おばあちゃんになると歯がなくなっちゃうんでしょ。違う違う、それはだって同じことでしょ。8月10日になると30歳になるのと、30歳になると8月10日になってるのと同じでしょ。違うじゃん。抜いた方がいいんじゃない。やだよ、なんでよ。抜いちゃなくなっちゃうでしょ。痛いんでしょ。痛くない、痛くない。なんか奥歯になんか挟まってる。え、何？え、そんなのすぐ取れるでしょ。うん、ちょっと働いてよ。うん、いや働いてるよ。さっきから俺しかずっと動いてないから。だって分かんないもん、私そのどれ持ってくかとかさ。分かるだろ、大体自分のもの以外は大体俺のだよ。だって全部持ってくわけじゃないでしょ。いらないのだってあるじゃん。だからそれはゴミのところにまとめといてって。ちゃんとあれして分別してよ。してるよ。うん、急だったもんね。本当本人が一番びっくりしたし、いやびっくりしてんだろうなと思ってた。本当だよ。なんかもっと一言あればさ、もっとこっちだって準備だってできたのに、ね、なかったの？なんかそういう、あーそろそろ死にそうみたいな、なんか予感みたいなの。それはどうかわからないけど、いやでも今思えば、俺ほらすぐ前行こうとするじゃん。なんか駅のホームとか歩くのめっちゃ早いでしょ。なんかついどんどん前行っちゃうんだよね。横断歩道とかも大体一番前で待ってるし、なんかそういう積み重ねがね、あったよね。え、全然わかんない。あー、俺もちょっとそういうとこあるんで。何なの？なんか仲良しなの？なんか似てない？え、そう？どこが？なんか、なんていうの？二人ともこう、柳のような。柳なんていうの、そういうの。受動体。受動的？受動的。なんか、そういう感じがする。何？弱いみたいな。弱い。優しい。ざっくりしてんな。いや、でも、まあ、これ僕が言うことじゃないと思うんだけど。僕が。はい。まあ、やっぱうまくやってたって思いますよ。え？いや、まあよ、まあこれ完全に市場抜きにすればね、すごいよくやってたな、いい夫婦だったなって思いますよ。ああ、お二人がね、なんかいつも喋ってるし、うちはそんな口数多くなかった。そうだった。ありがとうございます。まあそれがムカつくんですけど。え、待ってくれよ。え、おかしいな。もうおかしくないでしょ。何が？え、ちょっと待って。え、なんでそっちが二人で？え、この人が買いに行けばいいじゃん。なんだよ。いや、だからこっちは死んでるんだから、そんな一人とか無理ですよ。無理でしょ。お化けじゃないんだから。いや、もう分かんないですよ。お化けとあなたの違いも分かんないし、死んでるあれもその基準も何も分かんない。うーん、何が嫌なの？どうかコンビニ探してパンツ買ってきてってお願いしてるだけでしょ。一人じゃできないの？どんなパンツ？普通の女性用のパンツ。え、やだよ。どうして？だって恥ずかしいだろ。行っちゃったね。大丈夫？うん、大丈夫。え、何あれ、やっぱり俺が死んであれか、まあ、俺が死んでっていうか、
え、なんていうの何？いや、だからあいつ、あの人と別れたのやっぱ俺のせい。違うでしょ。違うと思うよ。だってあなたが生きてたら会ってなかっただろうし。それ関係なくない？そういうことじゃなくて、俺が死んで、なんかなんだ、そういうさ、わかんないな、わかる？そういうこと？全然わかんないけど、まあでもあなたがいたから私の中に、まあ頭の中に、それは関係あるかも。やっぱなんか嫌だったんだと思う。でもそれが全てじゃないよ。他にもいろいろあったし。でも俺がいなかったら続いてたかもとか考えたことあるでしょ。